皆さんこんにちは。ジャズギタリスト横田明雄です。僕のオリジナルアレンジによるクロス・トゥ・ユーの演奏解説、今日は2回目です。3小節目と4小節目をやってみたいと思います。3小節目の頭は D シャープマイナーです。1拍目にこうやって弾くことが僕は多いんですが、ここでリズムをしっかり出しましょう。そして2拍目です。キャットミュートから始まります。キャットミュート、意味がわからない方は1回目の動画を見てください。そしてこのキャットミュートは親指が5弦の6フレットにリンクするように5弦ぴったりいきましょう。そしてと人差し指でメロディーを弾きます。これが2拍目です。3、4拍目を行きます。小指、中指、これは10音ですね。3、4拍目の頭ですね。4拍目の頭の10音。4拍目の裏はこれを離して単音でいいです。この離すにも意味があります。重たくなってしまうのでここは離しましょう。これが3小節目です。4小節目です。全部鳴らすとこんなサウンドです。 G シャープマイナー7ですね。それを親指、人差し指、中指、薬指を使って4声にしますが、左手は全部鳴らしてもいいようにしっかり押さえてください。次のコード、 A シャープマイナーセブン、これも一緒です。右手は4声ですが、左手は6声鳴らしても良いように。3つ目のコード、これは B 分のA シャープ7というふうに考えてもいいんですけど、 B6 ですね。いいでしょうか。これをリズムカルに、ここはミュートを使わなくてもいいと思います。これが4小節目の1、2拍目です。3、4拍目に行きます。ここは難しいです。キャットミュートから始めます。6連符がありますが、1個目キャットミュート、2個目休み、3個目 B 分の A、その A の部分だけを弾きます。1、2、3、次の3つ、キャットミュート、6弦の7フレット、 B 分の A の A の部分ですね。トライアード、これが3拍目6連符です。この6連符のコツは、キャットミュート、そして休みがありますが、そこもちゃんと数えることです。
そこもしっかり自分の体で感じることによって6連符の流れ、そしてもうちょっと早く弾けるようになった時のグルーヴ感が出てきます。なので休符もしっかり体で感じることがとても大事なんで、くれぐれも急に早くやらない、ゆっくり着実にやりましょう。4拍目です。キャットミュート6弦の7フレット、左手が少し動きます。人差し指が5フレットから4フレットに動く。これをなんとなくゆっくりやると3拍子のような感覚で、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、このテンポでまずできるようになってから徐々に上げましょう。急にテンポを上げて、できないできないってなってしまいがちですよね。新しいことをやるときはまずは着実にできるテンポをまず探しましょう。自分ができるなと思ったよりもゆっくりなテンポで着実にやりましょう。これがギターを上手くなるための最善であり最速な方法です。早くやるとこれをすぐ真似してもいい結果は出ません。ここがとても大事なところですね。また僕が伝えたいところでもあります。これをたゆまず続けること、これが大きな結果をもたらす。それでは3小節目と4小節目を続けて弾いてみます。クロストゥユーの動画解説2回目、今日は3小節目と4小節目をやりました。ここまでできればバッチリだと思います。頑張ってください。それではまた。